神は偉大な王を守るは、フランス王国の王室化、非公式の国家である。フランスは、フランス革命の結果、共和制の国家として、現在も存在しているため、この国家は一切使用されない。この国家は、後世の国々へ、多大なる影響を残し、かつては、ロシア帝国、ドイツ帝国で国家とされた。現在では、イギリス、リヒテンシュタインの国家でもあり、 ノルウェーの国王の歌でもある。ベルサイユ宮殿内の壁画に、フランス王国の国歌のタイトルが描かれている。基本的には、グランドデュー・ソー・ブル・ロワ、または、ドミネ・ソルブム・ファク・レガムと表示される。戦慄自体は、ルイ14世が、二郎からの回復を願う歌である。ルイ15世になっても、厳しい統治と戦争をすることをやめず、財政はさらに悪化。 急速に貧困化する国民の不満はたまり、この国家、王室化は国王を崇拝する国家としていたため、ほぼ全ての国民から支持されていなかったとされる。ルイ16世の時代になると、フランス王国内の国民がフランス革命を起こすことになり、アンリ4世万歳と、神は偉大な王を守るを変更し、王室を侮辱する歌詞に書き換えたりするものも増えた。フランス革命の結果、 フランス王国は滅亡し、フランス共和国が建国された。再び、フランス復興政時代によって、国王による統治を行ったが、しかし、この国家を採用することはなかった。再び、フランス7月革命が起きてしまい、再び滅亡した。そして現在まで、フランス王国は復活することなく、この国家を、フランス共和国政府が使用することもない。元の歌詞は、 ラテン語で書かれている。英語訳日本語訳、ありがとうございます。